皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回はノルウェージアンエルクハンドグレイについてご紹介します。ノルウェージアンエルクハンドグレイは8世紀頃からスカンジビアナ半島で猟犬として用いられてきた犬種だと考えられています。その名前の由来からエルク、狼狩りで活躍していました。性格は猟犬としての長い歴史からエネルギッシュで物おじしない性格で、オビディエンスやアジリティといったドッグスポーツなども楽しめるでしょう。ペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。